佐藤春を咲く、あじさい。あの人が、あんな風にして、ふいに死んだのでなかったら、仮にまあ、長いわずらいの後ででも亡くなったのであったら、きっと、あなたと私とのことを、例えば、いいとか、決していけないとか、 何かしらともかくもはっきりと言いおいたろう。私はどうもそんな気がするのです。でも、あなたがあれから七年もたつのに、どうして今日まで一人でいらっしゃるか。また私が、どうして時々お説教を聞きに出かけたりするような気持ちになったか。その訳をあの人は。 私に出しては言わなかったけれど、ちゃんと知ってはいたのですものね。それならばこそ、私を一層優しくもしたのでしょう。そのことを思うと私は、それだけにまた、どうしていいか心が迷うの。そして私とあなたとが、こんな話をしていることも、 またこんなことを思ってみることも気が引けてならないのですわ。そう今のさっき目に涙をためながら女の言った言葉を男は自分の心の中で繰り返してみた。そうして女がどういうわけでそんなことを言うかという心持ちが 男にもわかるように思えた。それにつけても、あの時から言おうか言うまいかと思いまどうていることを、今も女に打ち明けようかどうかと考えたりする。それは、まったく私はあの後幾度あの男が死んでさえくれたら。 とと思ったことがあるか知れないのですあなたの夫があんなふうにして溺れ死んだその瞬間にも私はもしかすると遠くで何も知らずにではあったがそれを思いつめていなかったとは言えないのです。実際それほどたびたび私はそのことを思ったのだから。 男が言おうか言うまいかとしている言葉というのはそれだけのことである。六畳の仏壇の間に青白くやつれた病児。六つになる女の子の枕元から少し離れたところに女は座っている。さっきからごく低い根で三味線をもて遊びながら 目を畳の上に見据えている。その同じあたりの畳の上を見入って男も今言ったようなことを考え続けていたがそんな神経質な考え方を突き放そうとして目を上げて女の横顔をぎょっと見た肘枕をしている男の目には女の顔が少し紅を帯びてきたように思えた その時部屋の中が少し明るくなったと思うと障子の腰に薄れびがさした。あら日が当たってきたわ。独り言のように女は言って身を浮かせながら障子を引いた。雲にいた絵馬があってさみだれの晴れまである。女は空を見上げてから 意味もなく男の方を見返った。少し不自然にゆがんでいる笑い顔であった。まだ乾ききらない今のさっきの涙と笑いとで、女の目は輝かであった。今まで女の横顔を盗み見ていた男の目は、女のそのまなざしをまぶしがるように避けて、 視線は庭の方へ向けられた。軒から雨だれが光って雫している。あじさいがあってもいい庭ですがね。男はつかぬことを言った。女は答える。嫌ですよ、あじさいなどは。あれは病人の絶えない花だと言うじゃありませんか。 そう、そんなことも言いますね。女は再び三味線を取り上げた。男は急に肘枕から起きて座り直した。彼は周り縁に人が来ると思ったからであった。ばあやがもう帰ったのかしら女もそういった。 眠っていた子どもが突然その時けたたましく泣き立てた母親は今取り上げたばかりの三味線をそこに置くと子どもの枕元へにじり寄った「お父さんお父さんお父さん」おさんおさん子どもは母の顔を見ようともせずにそう叫び続けた「どうしたの どうしたの夢を見たのね。女は哀れみをこうように男の方を見やりながら、はじめは子供に、そうしてだんだんと男に言った。本当に変な子ですよ。今になってお父さんばかり恋しがるのよ。それにここでなきゃ、仏壇の間でなきゃ寝ようとしないの。 男はそれには答えようともしなかった。心臓が不思議に早く打って耳鳴りがするのに気がついた。女はふと自分の背後を振り返ってみなければならなかった。そこにはしかしもとより何もなかった。ただ病みつかれた子どもは。 痩せを衰えて一層大きく一層透明になった黒い瞳をパッチリと見張って母の肩越しに空間を部屋の一遇をいつまでも凝視した。